中国では日本食が35円で食べられる。その証拠を現地駐在員である一致は提示した。それは大変気になるところではあるが、まずは一致の現地からの食レポを見ていこう。画像。アホ。本場のチャーハンはパラパラ。わい。ではわいが中国旅行中に食べたチャーハンをご覧ください。これが現実。美味しいチャーハンといえば、パラパラなのが条件だと思う人は多いだろう。しかし、一致の貼った写真のチャーハンは、パラパラとは程遠いように見える。本場ではあまりパラパラだということは重要視されていないようだ。香港で食べたファンデーチャーハンはパラパラやったぜ。2枚目空心菜をレタスに変えたらワイのママが作るやつやん。素人、中国に焼き餃子は売ってない。ガチ勢ワイ、嘘だぞ。中国では水餃子として餃子を食べることが多い。揚げじゃん。揚げ餃子っぽい。焼いてる。ワイが広州で食べたチャーハン。チナチャーハンより最初にお茶で食器洗う文化に驚いた。箸や鶏皿なども、お茶で洗う文化がある。日本人としては不思議な光景だ。うまそう。広州住んでたで。蓮香楼知ってる？あそこクソうま。北京行ったけどうまいもんなかったな。また食べたいなってなったのは一限界ぐらい。ちなわいが武漢で食べたチャーハンがこちら。ええやん。ダウト。日本。ガチやぞ。武漢の空港の近くの店。うまそう。同じ店で食べたビーフン。ビーフンは中国料理やったんや。ベトナムとかあっちの方かと。ビーフンは中国福建省が発祥だ。中国語では米粉という意味である。うまそう。中国人がチャーハン作って最後お玉使って、ガッて残ったチャーハン取るやつ好き。中華街の白米ってなんで微妙な味なんやろ。素人、本場四川の麻婆豆腐が食べたい。ガチ勢わい。日本の店と味変わらんぞ。これはうまそう。店によって違いすぎて何が本場なのかわからんよな。こういうのでいいんだよ。中華食いたくなってきた。素人、本場四川のホイコーローが食べたい。ガチ勢わい。うまいけどめっちゃ油多いぞ。これは蘇州で食べたかぼちゃのおかゆとよくわからん天津。中国ではおかゆをよく食べる文化がある。かなり何でも入れるようで、こういった日本では馴染みのないものもあるようだ。左のやつの名前何やったっけな。麦みたいなやつよな。日本のうまいチャーハンでこと足りるよね。中華料理って大量の油使うイメージあるのに。中国人って太った印象ないのはなんでなんや。油バンバン使うのは寒い北部が多いから基礎消費カロリーも高いんよ。中国のチャーハンはあんかけチャーハンが基本って聞いたのは嘘だったんか？それ福州チャーハンやで。パラパラは揚州チャーハン。揚州チャーハンはいわゆる五目チャーハンで、チャーハンといえば基本的に揚州チャーハンを指す。対して、福州、福建省ではあんかけチャーハンがメジャーだ。これうまそう。本場のチャーハンはパワハラに見えた。へいみんな中国行っとるんやな。ワイも行きたいな。小道寺ってチャーハンの作り方にうるさいよな。パラパラよりベチェってしてる方がうまいやん。ラーメン屋とかで毎回チャーハン頼むけど、冷凍のザチャーハンが一番うまいわ。ちなわいが広州で一番うまいと思った飯はこちら。広州で何した？観光全くないやろ。確かに市内には何もないけど広州全恋とか言った。広州タワー登ったで。広州タワーは高さ600メートルの高さを誇る観光用のタワーだ。広州の観光の中心地であり、広州に行くならばおすすめだ。3000円ぐらいするやろ。したけどせっかく来たしこれも乗った。広州タワーでは、その高さを生かしたアトラクションが多数ある。このスレミンが体験したのは、横向きの観覧車のようなアトラクションだ。これは正直乗りたかったわ。お昼チャーハン食べたくなってきたわね。中国のこういう雰囲気すこ。わかる。シンガポールに見える。中華街でこの手の店は外れや。確かに中華街では普通の日本風の店の方がなんでかマシなとこが多い。観光地の画像原でい。蘇州あたりか？蘇州や。蘇州に近いといえば近い。中国でもこんな綺麗なテーブルで飯食えるんやな。ホームステイ先が中国人の家だった時に食ったチャーハンには、キュウリが入っててパラパラではなかったわ。なお残した模様。中華一番見とけば。確か残すのがマナーちゃうかったっけ中国って。食べきれないくらい出してくれてありがとうって意味で。それは接待とかの場合で普通の飲食店では残すやつを選んで今は。ちなわいの撮った広州の写真はこちら。すごい都会だ。うわナッツ、体育中心の広場か。広州って大都会よな。東京にも負けず劣らずの発展具合だ。自然史博物館のとこか。パラパラチャーハン否定はしないけど、日本の中華食堂のふっくらぬめぬめチャーハンの方が好きだわ。四川料理とか辛くて食えないわと思ってたけど、現地では唐辛子みたいな辛い食材は避けて食べるって聞いてめっちゃ驚いたわ。そら省によって変わるわ。中国でも日本みたいな水分量多い米作ってる地域もあるしな。うまそう。南西は中国詳しいやつ多そうやからクイズ出すか。ここどこかわかる？中国。正解や。
チナと指名は定州や。採点が甘すぎる。くそ。甘々採点すこ。クイズもう一個や。この料理の名前わかるやつおるか。ヒントは北京名物や。おから料理。せや。名前は麻豆腐や。ホワイトスワンホテルまだあるの？知らん、行ったことない。広州にあるホテルで、現在でも営業中だ。俺が中国で一番笑ったのは上海のここだわ。店の名前が。日本にも金丸の名前の中国料理店あるやで。左側のロゴに反応した麻雀民。中国って川魚の文化やろ。地域によって全然違うぞ。特に四川は海が遠いため、川魚を食べる文化が活発だ。懐かしすぎて泣けてくる。今年こそ再訪するつもりでいてたのに。ちなわいが天津で食べた一番美味しい料理はこれや。エビさんめくりくりでくさ。中国旅行って中国語話せないと辛くね？ほぼ喋れんけど文字は読めるからそれでなんとかなる。はえ、姿勢とかあれ無理んごね。会話する必要あるときどうしてるんや？英語か？ボディランゲージとか初歩の単語でなんとかなる。英語は上海以外マジで全く通用しないから封印した方がええで。ホテルで I have a reservation って言っても全く通じん。簡単な単語はわかるようにして言った方がええんやね。海外ならアメリカかヨーロッパと思ってたけど見てたら中国も行ってみたくなってきたわ。ディンブートン。何を言ってるかわかりませんと。ワイブオレン。外国人だけは言えるようにしとけ。はい、3月。覚えてたら言うわ。いつここ行ったか？ワイが地になった店や。地になるほど辛いということだろうか。恐ろしい。生徒に3つぐらいあると思うけど支店の方は行ったわ。普通にうまかった。ケイリンで食べたチャーハン。パラパラで美味しかった。ケイリンは米粉がうまかったわ。いろんな年回りすぎやろ。ガチ勢やからね。餃子にしろチャーハンにしろ。日本最強だと思うわ。中国はマトンがうまかったわ。マトンとは羊の肉で、中国ではよく食されている。中国行くとガチで漢字の便利さに感動する。中国語全く習ってないのになんとなく理解できるのすげえわ。刀削麺。落葉で食べた麺。風景と一緒のない？日本の中華料理屋の写真にしか見えん。風景と一緒はないけどこれは日本じゃないってわかるやろ。出たり先生。調べてみたところ、有名な屋台のようだ。ホッキスティックもうまいよな。北海道。ヤンローチュアン好き。中国の日本料理の店がこちら。35円の丼？安すぎる。値段で草。安。ワイは北京しか行ったことないから飯うましゅうらやま。北京料理マジでまずい。高級店になればなるほどまずい。唯一北京ダックのタレだけはうまかった。イッチ。蘇州行ったことあるんか？一番日本人の口に合うって聞いたんやけど。一番合うのは広州やぞ。蘇州も上海も北京も癖ある。マジか。勘違いしてたわ3月。あるけどそこまで合うとは思わん。多分四川か広州が一番ええで。ちなわいが蘇州で食べた料理はこちら。蘇州から濃い料理食べたらいいのに。ええやん、めっちゃうまそう。口角アレルギーやから夜寝られんなりそうやけど。落葉。好き折々の世界だ。不意に言えねえよな。コンビニのおにぎり。どちらかというとおにぎらずのような感じだ。すこ、うまい。中国人って冷や飯 NG ちゃうんか？レジに出した瞬間、何も聞かれずにレンチンされる。普通に食うぞ。青な炒めがうまい店はすべてうまい。中国で一人サイズの飯ってどうやって見分けるんや？わいいつも大皿頼んじゃって食べきれなくて泣く。値段や。値段がやたら高いのは量が多いのを警戒する。ツアーで昔中国行った時大量に飯出てくる文化にビビったわ。紹興酒で紹興酒飲んだわ。結構うまかった。新鮮。広東省は大体飯がうまいけど新鮮だけ微妙なのなんとかしてくれ。新鮮はね。現地の味を楽しむのがええんや。味の優劣をつけるのは無意味やで。北京で食べたらパラパラやったわ。さらに言うと白ご飯もパラパラやったわ。中国の朝食が羨ましい。いろいろ外で食いながら通勤通学楽しそう。さすが本場の中国で食べた料理だけあって、かなり美味しそうなものが多かった。だが、なんとなく盛り付けが雑なイメージは拭えない。次に紹介するスレでは、そういった盛り付けの面から中華料理を紹介している。中国料理ってなんで高級店以外盛り付け汚いんだろう？中国料理ってなんで高級店以外盛り付け汚いんだろう？味はうまいのにもったいないな。大衆食堂だから。日本のは大衆食堂でももっと盛り付けに気を使うのに。日本ではよほどでない限り、きっちりした盛り付けのように思うが、中華料理ではそういった感覚はあまりないようだ。そこで、一致は中華料理とともにその写真を紹介していく。見た目に対してどう思うか、皆さんも考えながら見てほしい。マーラーニューローフン。米粉で作ったヌードルを鶏ガラの醤油スープに入れて、山椒とラー油で煮込んだ牛肉と漬物を乗せたもの。ダーローメン。
豚バラ肉を煮込んだ醤油味の汁に手延べ麺を入れて、煮込んだ豚バラ肉を大量に乗せたもの。本社おろうべ村用版2円。固めのそうめんをネギ油と醤油のタレに絡めて角煮を乗せたもの。麺ばっかりだな。中華料理食べたい。一人身だからな。さすがに一人で一品料理は量多くて食えん。シューマイ。油身と玉ねぎの水分で肉汁がじゅわー。はあうまそう。一つ一つ包みが雑なのがいいね。味は本当にうまい。あとは見た目をだな。小籠包と乳酪フェンタン。これは整っているように見える。美味しそうだ。ハイバーバオッサ。謎の貝が深い味を出しててうますぎて逆にやばい。絶対中毒性がある。何の貝なんだ？炒め物系はどうしても油を使って火力で炒めるから、油が跳ねて汚くなる。麺類は知らないけど、中華料理屋の麺類はスープも中華鍋で作るから同様のことが。ただ、その油と火力で中華独特の香りが出てくるから、どうしてもね。天津関連はただ店が面倒なだけ。油物も高級店では綺麗に盛られてるんだけどね。面倒くさいだけに同意。中学の先生が中華料理屋は汚いほどうまい。ってよく言ってた。これ割と当たってると思うわ。公衆で大衆食堂巡りした時、元気って小汚い店が最高だった。蒸し餃子。皮はプリプリ、中身はブリブリで肉汁たっぷり。焼き餃子。どうしてこうなった？味は美味しいのに。母親があまり物で適当に作りそうな。本油拌麺。ラー油と黒酢の油そば。いや、本当に美味しいんだよ。マジで。お皿に具材が飛んでいる感じが。これ絶対もう一回行ってまうやつや。ここは本気でうまい。繁盛店だからひっきりなしに作り続けてて、適当に持って客に出す。とにかく数をこなすためにスピード重視。絶対うまいやつやん。フランスとは違うけど、スペイン、イタリアの大衆食堂がこんな感じ。価格帯は中国と同じやけど、確かに盛り付けに差があるな。打って変わって高級なレストランのようだ。本社おろう。豚バラ肉の醤油炒めに。本社おろうをもう一丁。ああ、そういえば数が違うのか。人口が段違いやから、とにかくどんどん作るんだな。米豆腐。米粉とでんぷんで作ったトロトロの豆腐状のものを辛く炒めたもの。これは普通に見た目いいじゃん。アフリカで中華料理って命がけだよな。中華料理は中国にしかないもしれない。日本那覇四川か上海とか小綺麗なやつしかないしな。四川が小綺麗？こちらをご覧ください。シューアンジェオプズー。赤青二種類の唐辛子とウサギの炒め物。美味しいことが逆に悲しい。衝撃のアルミホイルそのまま。ツボツユウヘイちゃん。ホルモンのラー油に黒酢風味。ホロホロのホルモンが口の中ですぐにとろける。というか、よく見たら一気中国なう？もう帰国してるよ。中国には10年ぐらい住んでたよ。人数が多いから自然とそういう文化になったんじゃねえの。それが正解そう。中華的博識すぎはロタ。住んでたのか？重慶には行ったの？留学4年、お仕事6年。今は無事お勤めを終えて日本に帰国してるよ。本麺乳酪。はじかみという唐辛子の漬物と牛肉を炒めたもの。単品では辛くてとてもじゃないけど食べられないが、ご飯にかけると素晴らしく美味しい。辛さと牛肉の凝縮された旨味でご飯が止まらない。あ、これ絶対好きだわ、食べたい。どこ住んでたん？成都、上海、大連、蘇州、北京だよ。上海と蘇州は昔遊びに行ったわ。あと広州。日本ではいろいろ言われてるけど、いざ行ってみると楽しくていい国だと思うわ。でもヨーロッパみたいに誰でも楽しめるわけでもないんだよね。想定外のことを楽しめる人にはおすすめだけど、旅が思い通り行かないとイライラする人には向いてないかな。北京ダック。なんか皿がおまるっぽい。アヒル料理だからアヒルっぽいお皿なのだろうか。ラーツイニューロー。揚げた後砕いた唐辛子とピーナッツを辛味噌に混ぜて、そのソースを牛肉に絡めたもの。辛くて香ばしくて美味しい。青菜チャーハン。いわゆるレタスチャーハン。タンチャーハン。卵チャーハン。スーハイクー。スペアリブの唐揚げ。説明不要の美味しさだけど、見た目をさ。もっとね。なんかおろう。なんとヤンローチュアンの炒め物。パンケーを炒めるという発想がなかったら最初は驚いたけど、サクサクのナンが羊の甘い油を吸って美味しい。フーチーフェイビエン。牛の内臓のラー油あえ。昔は捨てていた内臓肉を美味しく食べるために工夫してできた料理。中国語では肺と肺が同じ音なのでそこがかかってる。蜂の巣やハラミが甘辛酸っぱいタレに絡まって美味しい。辛そうだが、これは美味しそうだ。表面乳酪。牛肉の醤油蒸し。ホロホロで口に入れた瞬間に旨味として溶けてしまう。ビャンバンチェズ。ナスの冷菜。ピーナッツ油で和えてあって、しっとりしてるのに香ばしい。ラーチャオッダーロー。干し肉と唐辛子の炒め物。辛くてしょっぱいけど、
ベーコン系が好きな人にはたまらない味。むむ？何やつ？いいではないかいいではないか。ハンジャオニャンロー。青唐辛子と牛すじの炒めに。トロトロの牛肉と青唐辛子の辛味がマッチしてて美味しい。ぜんざいぜんざい。まさかの援護射撃。新庄茶おみフェン。シンガポール焼きビーフン。カレー味で美味しい。よく見たら一致じゃない。でも美味しそう。普通にうまそうやな。フォグを。いろいろと偽物の火鍋が出回っているが、これが正真正銘四川の火鍋。手前の唐辛子は火と言ってタレのようなもの。唐辛子とピーナッツ粉と塩と山椒が入っていて、火鍋でしゃぶしゃぶした具にたっぷりこれをつけて食べる。この火があるかないかで本物の店か否かがわかる。俺だって食ったことあるぞ。色がすごい。高評価。懐かしいな。え、なんで店までわかるの？何者なの？お、当たったのか。当てずっぽうだったんだが。まあ、丸鍋だと言ってか高評価なって。延期とかだと四角いし、そもそも重慶だと、鍋の中に四角い小部屋の仕切りがついてるからな。たまたまか、あ、びっくりした。知り合いかと思った。俺も食った。上海でだったけど。グオバウロー。豚の唐揚げに甘酢あんかけをかけたもの。一説には酢豚のものになったとか、衣が米粉なのでサクサクというよりシュワシュワとした食感で、肉と接触してるところはトロトロになっててうまい。ビサンシェン、素揚げにしたナスとジャガイモとピーマンを醤油で炒めたトンペイ名物。シンプルにうまい。腹減った。今夜は近所の中華屋で鶏からし炒め定食かな。お、いいね。俺も食べたくなってきた。池袋でも行くかな。日本のはあまりうまくないやろな。というより全くの別物って感じ。日本のは中華風味の料理、向こうのはうまみ爆弾って感じ。シャオロー、皮付きの豚バラ肉を、皮がサクサクになるまで焼き上げたもの。日本で思い浮かべる焼肉とは、全く違うのは不思議だ。ジーアンバンフェイちゃん、トロトロに煮込まれたホルモンと甘酢とラー油を和えたもの。意外とあっさりしてた夏におすすめ。イッチもすごいが、この人何者。お前らが嫌いな中国人だ。すまんな。グオヨーロー番人間。グオヨーローというのは、肉の油炒めみたいな意味。腰のある手打ち麺に、羊と玉ねぎとピーマンのトマト炒めをぶっかけたもの。トマトの味が濃厚で、生パスタを食べてるような気分になる。本当に中華料理好きそう。中華料理ってトマトをよくたっぷりの油で炒めるよね。意外と美味しいことを最近知った。今日は解散。おつ、また開催してくれよ。美味しそうな料理写真とか、中国での話とかもっと聞きたいぜ。はいよ。知ったかで偉そうな顔するつもりが本物が来てしまったよ。現地人が感じる中国と、日本人が言って感じるものは違うからな。俺はどっちも聞きたいぜ。このスレ見てたら晩飯の時間が恋しくなった。雑な盛り付けが多いとはいえ、かなりお腹が減るスレだった。汚い店ほど美味しいとはよく言うが、中国でもそうなのだろうか。次に紹介するのは、大衆食堂よりも安く済ますことができる、いわゆる貧困層の食事についてだ。貧富の差が激しい中国では、食事の差も激しそうだ。画像、中国の貧困層の食事、136円食べ放題がめちゃくちゃうまそう。ある日ツイッターで投稿されたこのツイート、リンク先である TikTok の動画では、野外で大量のおかずを調理し、そのまま野外で食べる様子が紹介されていた。日本円にして約130円らしい。この食事について、スレミンからも驚きの声が上がった。思ったよりうまそう。衛生面が保証されてないけどうまそう。食品かどうかも保証されてないぞ。日本のドヤ街みたいなところもこんな感じやないか。貧富の差エグすぎやろ。餅みたいなのは何や。北京ダックっぽい何かじゃね。まあパンやな。肉まんの中身がないやつみたいなの。あれに角煮とか挟むとうまいねや。あれかええな。マントウは中国ではポピュラーな蒸しパンのようなものだ。ここに角煮などおかずを挟み食べる。最近では日本でも流行中だ。米はまずいと聞いたが、現地人も食わないくらい。誰から聞いたんだよ。適当こいてんじゃねえぞさんした。一方中国については、人口13億7309万人、2015年、年間1人当たりの米の消費量は約105キロで米の消費量は1億4450万トンと、日本の消費量の20年分以上であり、まさに桁違いの市場ということができる。大量生産と味は全然違う話やろ。めっちゃ食うやんけ。最近では消費に対して生産が追いつかず、日本や各国からの米輸入量が増加し続けているようだ。要するに西成やろ。パンみたいな豆腐みたいな謎の物体食べてみたい。動画に。色合いは全体的にヤバくて草。絶対早。にするわ。うまいんか？うまそう。
屋台料理とか好きやから試したい。絶対衛生面やばいけどなんかうまそう。食べ放題なら全然ありやな。これだけ品数があったらどれかはうまい。西成とかもこんな感じなん。西成の像250円。三角コーナーの味がする。なんで三角コーナーの味知ってんだ？貧困層の月収ってどんなもんなの？2万から4万くらい。ほん。ならええな。お腹壊すかもしれんが美味しそう。こういう屋台の料理はその国の人向けだから食ったら腹壊すよ。絶対こういうのは食べちゃいけない。あとは衛生面だけどうにかすればな。衛生や環境は金かかるから。謎パンだけは食べてみたい。業務スーパーに冷凍のやつ売ってるぞ。中華小麦パンマントウという名前で売っているため、気になった方はぜひ探してみてほしい。通術案はこの中から大抵2つくらい選べるもんやぞ。食べ放題ちゃう。ワイニクスイってやつ食べてみたい。普通にそれなりじゃん。中国のマックのバイト時給200円とかだろ。中国人貧困層でも飯200円以上出せるようになったんやな。お腹強そう。貧困向けに格安価格で提供するのって慈善事業みたいなもんなんだろうけど、日本だったら県も麺みたいなのが殺到するからそういう仕組みないんだろうな。その代わり食事スペースはとんでもなく汚い。魚の骨とか食べ残しみたいなのをそのままテーブルに置くんだよな。あいつらスイカでもマントウでも油物でもバクバク食うのに全然太らないよな。昔上海か香港か忘れたけど適当な店でラーメン頼んだら、無数のトイペみたいたのがスープに待ってたの思い出したわ。最初卵白みたいなものかと思ってたけど口触りとか食感で神だと気づいた。高級料理屋の中華料理は普通にうまかったけど中国の適当な店はあかん。こういう食堂すこ。安倍ジョージが言ってたフィリピンの刑務所でのエビの殻の雑炊はうまそうやった。雰囲気は好き。でも絶対食いに行きたくはないわ。衛生面がダメなら話にならないじゃん。調味料も工業排水レベルだろ。ちょい前に中国の排水から油取って屋台の料理に使う様子が話題になってたよな。気候油やっけ。余計に手間かかりそうやけどな。実際に存在するものであり、日本では下水油と呼ばれることもある。排水をろ過し生成するようだが、当たり前のように有毒である。中国って日本と違って飢餓とかなくてずっと豊かなイメージだもんな。義務教育受けたか？主食の米が年1回しか収穫できなくて常に食べるものが足りなかった日本に比べたら、食べ物に関しては中国の方がずっと豊かやろ。毛沢東ぐらい知っとけ。日本と違って土地自体は10億人食わすだけの豊かさがあるやろ。ただ共産主義下でも貧富の格差が広がって毛沢東が文化革命で無茶したりした経緯あるけど。中国はバカ広いけど不毛地帯が多くて高地面積は 10% 台あったはず。人口密度は日本よりマシやけど結構ギリギリよ。毛沢東。農作物つまみ食いする外長は。すんご。ええやん。これで136円すごい。中国って歴史的に何回も農民の反乱で滅んでるから。飯だけはアホみたいに安いみたいやで。虫集まってるよな。2枚目のマントウはほんま小麦粉オンリーって感じの味やからおかずないときついんよな。うまそうやけど実際目の前出されたら拒否するわ。これは貧困だけど裕福になると肉が増える。こういうのでいいんだよ。 LINE のクオリティはありそう。うまそうやけどワイは油物苦手やから胃もたれしそうやな。とりあえず腹いっぱい飯食えるのが保証されてれば不満はたまりにくいよな。本場のチャーハンはすごいぞ。これいくらなん？うまそう。日本で500円で商売すればいいのに。本場の北京ダックはすごいぞ。ほう。本場中国の北京ダック、ファストフードだった。高級中華の代名詞である北京ダックだが、中国ではテイクアウトや配達で気軽に食べられるものもあるらしい。羨ましい。さすが世界のリーダーやな。一人暮らししては買ったことご飯、味噌汁、惣菜があれば、十分栄養も取れるしうまい。肉や魚や果物はいらんかったんや。惣菜に何入ってんだよ。栄養も偏らなそうで食費月1万程度はええな。カップ麺1個とかで済ませてる日本の底辺よりはるかにマシやな。中国の富裕層1億人。貧困層。月収 1.5 万円以下6億人。やって。その6億人でも一応食べてはいけるんやから。日本と違って農業生産力は潤沢なんやろな。テレビとか見てると年収40万円くらいがデフォみたいだな。中産階級は4億人だっけな。もうこれだけで日本やアメリカを超えてる。民主主義やのに資本主義社会より資本主しとるやん。なんで共産主義なのに貧困層おるんや？自由経済を導入したせいやな。今は習近平が家おじさん見習って頑張ってるところや。朝に揚げパンとか肉まんとか買って食べるんやろ？朝作るのめんどくさいから普通に羨ましいわ。日本だと変なプライドが邪魔してできなそうやけどこんなんあってもええと思うわ。信じられへんけど満足に飯食えんガキとか多いんやろ。この人たちにとってはそこまで安くないんじゃないか。ああそうか、平均年収で10倍としても1300円ぐらいになっちゃうのか。
日本で130円で食えるもの。コンビニおにぎり1個。300円や。日本での300円ならば、確かにこのくらいだろう。これが日本の限界か。悲しい。そもそも日本は外食が安すぎるんやけどな。そりゃ発展途上国に比べや高いけど。中国人ええな。136円稼げばとりあえずええ。にしないのは羨ましい。酒持ち込んでるのおるけどこんなんあったら最高のコスパやな。地方。本場の担々麺、汁がない貧相な見た目だった。下のはうまそうやん。上のはどっかの部族の飯みたいやけど。これうまいで。担々麺はもともと汁なしが発祥やからな。中国の屋台って絶対手出したらあかんってわかるのに魅力たっぷりやわ。地方。本場中国のラーメン屋、普通に意識高かった。これだから一人当たりの GDP で中国を測るのは無理なんだよね。都市部と農村部で物価が違いすぎるから。なぜか水軒の食事シーンが見たくなってきた。昔留学していた時食ってた。味濃いからまあ普通に食えた。衛生さえ気にしなきゃ問題ないわ。一番気にしなきゃいけねえとこだろ。ワイは二郎食えるレベルの衛生観念やから外国の屋台大好きや。中国のガチ田舎の朝食風景。ワイも一時期中国おったけどなかなか楽しいでこういう食事も。中国人の朝は早いから5時ぐらいから飯が食える。ワイは獣臭くて無理やった。会社とホテルでしか飯食えんかった。屋台飯は当たり外れはあるからな。ワイは近所の満東屋がうまかったから毎日通ってたで。こういう露店を習近平が規制したがっててナンバー2の首相がブチ切れてるって記事見たわ。さすが食の本場やな。米がプラスチックでできてそう。今まで一度も腹を壊したことがないと言ってたやつも中国とインドでは撃沈するらしい。どちらも水と衛生関連に問題があると言われている。確かに、想像に難くない。上海住んでた時たまに地方行ってこういう安い食堂で食ったけど割とうまいで。本場のヤンローチュアンはマジでうめえ。老夫婦がやってる個人店みたいなの。これぞ街中の隠れた名店といった感じだ。うまそうやん。中国の屋台飯といえば臭豆腐やろ。カリッカリに揚げた臭豆腐にくっそ辛い豆板醤あつけあちちあちいう食うのがたまらん。あいつらがすごいのは、米にプラスチック廃材を混ぜる。食用油に下水の油を混ぜる。それらが当たり前のようにシチューに流れている。ことよ。当たり前ではないから向こうでもニュースになったのでは？冷静に考えると14億人ってすごい数だよな。月収4万円未満で生活してる人間が5億人もいるという恐怖。それでも生活できるんやからすごいわ。農村は基本は自給自足やからな。ほとんど金がかからんのや。中華料理の発想が悪い素材をうまく食うだからな。よくできた調理法やで。虫入ってそうだけど実際栄養だし関係ないだろうな。ええー、な、またこういう鍋の上でマスクせずに喋れる世界線に行きたいわ。食の安心感はないわな。屋台とかで稼ぎ労働者が朝作ってくれる朝食で安いんだけど、どんな油使って材料どこから仕入れてきてるのかわからんから現地の慣れた人らの口コミ機関と気軽に食えん。中国は日本を超えた。日本より都会。なお田舎では江戸時代みたいな暮らしをしてる模様。北京の風豚の街並みだ。趣があって美しいように思うが、これってあえて観光用に恋してるわけじゃないの？田舎はこんなもんやで。日本台湾韓国みたいに狭い国はあらゆるところが都市化されてしまうけど、大陸はバカ広い。ええな、行ってみたい。ぶっちゃけ日本のガチの田舎よりマシじゃね。風豚といっていわば日本でいう下町や、観光でそのままわざと残してる町もあれば金がなくて建て替えずにそのまま住んでる人もおるで。ワイは NHK で中国ガチの農村地域のドキュメンタリー見たことあるけど、これは外に見せるような地域やろ正直。ガチ農村は近代以前で文明止まっとるよな。中国の観光地はすごいぞ。これが現実。万里の長城と兵馬俑は世界遺産にもなっている観光名所だ。中国は国土が広いことから、こういった観光名所のスケールも大きいものが多い。マイクラの世界。中国の大都市のすごい画像ばかり貼られるけど貧困層の街ってこんなんやろ。ソウルやん。上海を聞くと大都市のイメージなんだろ。ここもガチで上海なんだわ。上海にある上海タワーは、世界2位の高さを誇る。なんと632メートルの高さで、128階もあるのだ。だが、そのごく近くには今でも古い集合住宅が残っている。言っとくけどその団地みたいな家買おうと思ったら、全部1個1億円以上するからな。マジですか？土地バブルやばいらしいな。十数年前の都市近郊200万ぐらいのボロアパートが数億になってるとか。かっけえ。映画やアニメの舞台にうってつけやん。そういう部分を舞台にした作品が中国で作れるんか知らんけど。世界の5人に1人は中国人なんだよな。東京にあんだけ日本人が集中してるから頭が混乱するわ。日本は中国より物価が安いとか実際中国行ったことあるやつなら絶対言わない言葉。鳳凰古城行きたい。おーかっこええな。ビルよりこっちの方がええわ。
日本の衛生観念が異常なのよ。綺麗すぎる。ワイなど日本人はもう不衛生に耐えられん貧弱な存在よ。中国に渡米するわ。でもこれ段ボールとかフルタイヤなんでしょ。中華料理は高級なレストランから大衆向けのものまで様々だ。どれも違う魅力があるが、できれば綺麗な場所で食べたいと思うのは許してほしい。本場で食べてみたくなる、飯テロのすればかりだった。今日は中華を食べてはいかがだろうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの好きな中華料理は何ですか？よろしければご意見をコメント欄に書いていただけると嬉しいです。この動画が気に入っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。